まるごと府中キャスターの山崎彩です。新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りつつ、市内の事業所の皆さんも経済活動を再開させています。今回は飲食店での対策のご紹介や、7月からご利用いただける府中エールでの食事券の利用方法などをお伝えします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。トップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。隣にある直来スタンド宮にやってきました。こちらのお店の経営者で一般社団法人まちづくり府中の理事を務めていらっしゃる大室はじめさんにお話を伺います。大室さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんでしょう、こうお店の前には赤い提灯がかかっていて、ふらーっとこう入ってこれそうな、ね、そんな感じの雰囲気のお店ですよね。はい、ありがとうございます。こちらは立ち飲み屋ということでよろしいんでしょうか。はい、立ち飲み屋という形で営業させてもらっております。府中の野菜を使った料理と、あとは日本酒を主に出させてもらっている、一人でも気軽に立ち売れるという立ち飲み屋をやらせてもらっています。そうですよね、なんかアットホームな空気が流れてますもんね。はい、ありがとうございます。こちらではコロナの対策というのは何かされているんでしょうか。はい、お店にですね、ビニールシートという形で、カウンターと厨房の方を仕切るような形で、皆さんに安心してお食事をしていただけるような形に準備していますのと、入り口に入った時にはアルコール消毒の方ができるように整えていたりですね、今までちょっとこちらカウンターなかったんですけれども、対面にならないような形でお食事いただけるような形を取りたいと思いまして、簡易的なカウンターを今回作ったというようなことをやらせてもらっております。じゃあここはなかったか。そうですね、今まで単独のテーブルを置いておりまして、対面になってしまうので、なるべく横に並んで召し上がっていただくような形にしたいと思いまして、カウンターテーブルを引いたという形になります。そうなんですね。現在こう市内の周りの飲食店の状況なんか教えていただけますか。はい、そうですね、6月に入ってから市内の飲食店の皆さん、営業再開されているところが増えてきたんですけれども、やはりですね、まだまだお客様は戻ってきていないという話でして、売上の方もやはり3割減4割減というようなところを話としては伺っております。まだまだお店の営業としては厳しいなというのが皆さんの共通のご意見という形で受けていますね。そんな厳しい中、こう打開策っていうのは何かあったりするんでしょうか。打開策ですか。そうですね、私たちまちづくり府中の活動もしておるんですけれども、今回ですね、コロナで営業自粛をしている飲食店さん向けにですね、府中エールというクラウドファンディングを使った食券をですね、事前に購入していただいて、それ飲食店さんを、事前に応援しようといった取り組みをさせてもらいました。そちらの方ですね、皆様、府中市内市外の皆様のご協力いただきまして、総額で1700万円ぐらいの、クラウドファンディングの応募をしていただきまして、そちらの方がエントリーしていただいた飲食店さんに、その集まったお金を、それぞれお配りするというような形を、今のところやっております。1700万円集まるって相当すごいですよね。そうですね、当初は私たちもそこまで集まるとは、思っておりませんで、大変驚いております。
そのリターンというのは何かあったりするんですか？それぞれ応援したいお店の食事券を事前に購入していただいて、2000円であったり5000円であったりっていう食事券を営業再開したお店に持って行って、それが使えるというシンプルな形のクラウドファンディングの形になってますね。希望した飲食店のお店でそのお店を応援するというチケットを購入いただいたものについて、その食事券が使用できるというような仕組みになっております。何店舗ぐらい参加したんですか？119店舗でしたかね。結構多くのお店に参加いただきました。そうなんですね。皆さんお声どうですかね、その飲食店の皆さん。そうですね、たくさん の飲食店さんに参加いただいたんですけども、結構お申し込みいただけていたようでして、まんべんなく応援いただけてたようで、皆さん大変喜んでいる形みたいですね。いいですね。これでもっともっとね、府中の街が活気づいてくるといいですよね。そうですね、チケットを使ってお店に訪問していただくのもそうですし、チケットを持っていない方もですね、ぜひ府中市内の飲食店さん、こういった形でコロナ対策しているお店たくさんございますので、安心してお店の方にお伺いしていただければなというふうに思っております。では最後にですね、テレビを見ている皆さんにメッセージをいただけますか？はい、府中エールのクラウドファンディングの府中エールにつきましては、市内市外の皆様には大変ご協力いただきまして本当にありがとうございました。チケットを持っている方もいない方も、府中の飲食店の皆さん、コロナ対策を、しっかりと万全にとって、皆様のお越しをお待ちしておりますので、どうぞご安心してお店の方に訪問していただければなと思います。今後とも府中の飲食店をどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。府中市では新型コロナウイルス感染拡大の影響を特に受けている市内事業者に対して、事業全般に広く活用いただける中小企業等経営持続支援給付金を支給します。支給対象事業者は市内で事業を営む法人または個人事業主、市内に法人登記している法人、市内に住所がある個人事業主となります。次に支給を受けるためには国の持続化給付金を満額受給していることなど、ご覧の3つの条件をすべて満たす必要があります。給付される金額は法人の場合は40万円、個人事業主の場合は20万円です。また申請方法はご覧の通りです。武蔵府中商工会議所に郵送で申請いただきますようお願いいたします。申請は令和3年3月15日月曜日まで受け付けていますので、対象となる方は必ず申請いただきますようお願いいたします。続いては熱中症対策について健康推進課の久保さんにお話を伺います。久保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。7月に入って熱中症の危険性が高まっているようですね。まだ暑さに慣れていない梅雨の時期は熱中症になりやすく注意が必要です。また梅雨の晴れ間は気温、湿度ともに上がり、熱中症のリスクが高まります。そして新型コロナウイルス感染症対策でマスクの着用が推奨されていますが、マスクは熱中症のリスクを高めるため、より一層の熱中症対策が必要となります。どのような対策が必要になるんでしょうか？具体的な熱中症予防行動は、一つ目は暑さを避けることです。そのため冷房機器を適切に使用しましょう。その際定期的に換気をして感染予防に心がけましょう。二つ目は適宜マスクを外すことです。外でマスクを着用すると体に熱がこもりやすくなります。またマスクにより口周りの湿度が上がっていると脱水しやすくなりますので、屋外で人との距離が2メートル以上確保できる場合にはマスクを外しましょう。3つ目はこまめな水分補給です。
喉が渇く前に適宜水分補給をしましょう。1日あたり 1.2 リットルを目安に補給しましょう。4つ目は日頃からの体調管理です。体調が悪いと感じた時は無理をせず涼しい場所で休息しましょう。その日の気温などによって熱中症の危険度というのも変わってくるかと思うんですが、それを知る手がかりというのは何かありますか？環境省が熱中症危険度を数値色分けした暑さ指数を発表しています。この指数は気温だけではなく湿度なども取り入れて判断される熱中症の危険度として示されているものです。お出かけ前や作業前に確認をしましょう。その他に注意点はありますか？高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく汗をかきにくい傾向があります。またお子様は体温調節機能が十分発達していません。持病がある方、肥満の方も注意してください。もし熱中症になってしまったかもしれないと感じた場合はどのように対処すればよろしいでしょうか？熱中症の症状はめまい、筋肉痛、手足のしびれ、気分の不快感、頭痛、吐き気、嘔吐、虚脱感などが挙げられます。熱中症かもしれないと思った時は涼しい場所に避難し衣服を緩め体を楽にしてください。冷たいタオルや氷、保冷剤など首の周りや脇の下、足の付け根などに当てて体を冷やしてください。症状が重い場合はやはり救急車を呼んだ方がいいんでしょうか？症状が改善されない場合や自力で水分が取れない場合は救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶか迷った時はシャープ7119で東京消防庁救急相談センターへご連絡ください。わかりました。久保さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてその他の府中市からのお知らせです。国勢調査の調査員募集についてお知らせします。今年10月1日木曜日を調査期日として国勢調査が全国一斉に実施されます。国勢調査は日本の未来を作るために必要な大切な調査です。府中市では現在本調査の調査員として調査業務に携わっていただける方を募集しています。調査期間は8月下旬から10月下旬で、主な業務内容は1点目は市内の担当地区を実際に回って居住する調査区地図と名簿を作成すること、2点目は担当地区の各世帯を訪問して調査書類を配布すること、最後に3点目は担当調査区の回答状況を確認し未回答世帯には回答を促す書類をポスティングすることの3点です。なお新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため調査票の回答は原則郵送もしくはインターネットでの受付となっております。調査員の報酬は担当する調査区数や世帯数によって変動しますが、2調査区担当の場合およそ7万5000円で12月下旬の振り込みを予定しています。調査員の募集についてのお申し込み、お問い合わせは府中市情報管理課統計担当へのご連絡をお願いします。お申し込みのご連絡をいただいた方には市役所にて職員から調査員の仕事について簡単な説明を受けていただいた上で応募いただける方には申し込み書を記入していただきます。国勢調査の実施に皆様のご協力をお願いいたします。ご応募お待ちしております。今回のまるごと府中はこの辺で失礼させていただきます。次回もぜひご覧ください。さようなら。